こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日はアマゾン室で早く効率よく結果を出すのに必要なもの。それは私のアドバイスを素早く素直に実行することです。月間1万ドル以上の売上実績を出している人はアドバイスを素直に実行することができています。一方、成果が出ない人はアドバイスを素直に実行することができていません。12年間、何千人もの人にアドバイスしてきたノウハウです。素直に素早く実行すれば成果が出るのは当たり前です。次の3つができれば素早く良い結果が出ます。アドバイスはすぐに実行してください。私はすぐできることしかアドバイスしません。3日かかってもできないと思うならアドバイスの内容を取り違えています。実行内容が正しいか確認の質問をしてください。アドバイスの内容が理解できない場合は質問してください。3、アドバイスを実行したら報告してください。残念な悔やまれる失敗で、日本市場で自動化で稼ぎましょうと。そんなノウハウにつられて、虎の子の仕入れ資金をつぎ込んだ会員さんがいます。Amazon 室に使う仕入れ資金がなくなりました。もちろん、このノウハウで稼ぐことはできませんでした。オーストラリアアマゾン輸出以上に稼ぎやすいノウハウはありません。前つばものの成功例や夢みたいなプランに騙されないでください。雑音を排除するために余計なことは調べずにアドバイスだけを実行することをお勧めします。せめて浮気したくなったら浮気する前に相談してください。本当残念でね、そろそろ稼げそうかなというところでね、この余計なノウハウに何十万かのお金を払ったんでね、実は仕入れ資金ありませんという話になってね、ジエンドですね。それもまあ、しょうがないと言っちゃなんなんですけど、せめてサポートを受けてるんでね、事前に相談してほしかったなと。あるいは、ね、私のサポートが一段落つくまで浮気せずに実践してほしかったなと思います。こんなこともないように、もうね、これから一生ついてこいと言ってるわけではなくてね、半年間で成果出しましょうと言ってるはずです、だけですから、半年間ね、言ったアドバイスを素直に実行してください。浮気をしたりね、逆に自分で考えるのはそれからでも遅くないです。そして、半年間素直に実行した人は、ね、きちんと成果が出て、その後もサポートを続けていただいてますんで、せっかくね、ご縁があってサポートをさせていただいてるんで、皆さんそうありたいな、そうしてほしいなと、そうなりたいなと思ってますんで、アドバイスは素直に、素早く実行して、わかんないところは質問、ね、実行したら報告してください。それをきちんとやってもらえばね、間違った方向行ってるとか、ちょっとそれはやること違いますというのが修正できてるんでね、効率よく Amazon 室で儲けることができます。ご質問、ご報告お待ちしてます。Amazon 室サポーター、堀秀夫でした。